勝するぞ。俺が大活躍して優勝するや、女子たちにモテモテ間違いなしだって。よし、ちょっとかっこいい。参加条件はチームの全員参加、みんな揃ってるだ。さあ、俺のモテ伝説を始めようぜ。あ、アルミン、エレンは寝坊みたい。エレンのアホ、俺のモテ伝説が。今日のジャンうるさいですね。なんか楽しそうだな。こうなったらエレンのことは隠してやるしかねえ。何やら騒がしいから来てみれば、エレン・イェーガーが見当たらないことと何か関係があるのか。エレンはトイレで騒ぎはサシャが放棄したためです。また貴様か。少しは慎みを覚えろ。ナイスフォロー、ミカサ。もしサボっている者がいたら、貴様らともども巨人の餌になってもらうからな。危なすぎだ。もうとにかくあいつが来るまで隠して勝ち続けるしかねえ。ちくしょう、こうなったらやってやんぞ。さあ、チーム対抗ドッジボール大会だ。第1試合4組 A チーム対1組 B チーム。お前たち準備はいいか。始めるぞ。ゴー、ファイト。よし、ダーこいつ。よっしゃ。コニーはバカだが運動はできる。まともにやりゃうちの主戦力。ヘイパース。おい、え、何やってんだコニー。そっちは敵の外野だよ。どっちのルール分かってる。悪い、どっちってなんだ。あ、いて。コニー、マルコ、アウト。あのね、ボールは相手の内野にぶつけてね。どうやっての。まさかコニーが想像を絶するバカだったなんて。ち、だが逆にもうあいつ以上の天然はいねえだろう。サシャ、何してるの。あ、何言って、ラーメン食べてるんですよ。いや、そうじゃなくて、なんで今ラーメン食べてるの。冷めてしまっては元も子もないので、今食べるべきだと判断しました。いや、そういうことじゃなくて。あ、付き合い。サシャ、危ない。かわした。ドロップ。何人たりともサシャの食事は邪魔できないんだ。だったらなおさら手を使ってもらいたい。くそ、あっためて。誰かまともなやつ。そうだ、ミカサだ。あいつなら。バカめ、そんなヘナチョコボールがミカサに当たるわけ。弱っ。え、なんでなったよ。実はミカサは朝から一定時間エレンと会えないとスペックが本来の 30% にまで落ち込むんだ。はあ、なんだそりゃ。この世界は残酷だ。とてもこの間まで小学生だったとは思えない哀愁だよ。なんなんだこのチーム。どっちのルールを知らんバカとか、試合中にラーメン食うやつとか、なんか知らんが負のオーラ撒き散らすやつとか。なんじゃそりゃ。なんとか1回戦は勝ったが、ここまで苦戦するとは。ああ、せめてミカサが万全なら。アルミン、お前布団は。ああ、ミカサに奪われたんだ。あ、さらにダメになってる。僕ももうどうすればいいのかわからないよ。よーし、兄たちの試合だ。これに勝った方が次の俺たちの相手だ。クリスター。これでセーフだな。ありがとう、ユミル。この試合が終わったら結婚してくれ。カッサー。兄、危ない。兄、上だ。兄、終了。4組 B チームの勝利。勝てる気がしない。これがいわゆるチームプレー。そうだ、これがドッジボール。
普通は試合中にラーメンを食ったりしない。真犯野郎は来た。もし私たちの試合までに奴が来なかったらキース先生にチクってやる。このままだと俺たちみんな巨人の餌にされちまう。エレンのバカ、早く早く来い。遅刻だ。昼休みだ、弁当食え。兄、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。兄って本当にもずくが好きなの？なぜそんなこと。チーハンが一番好きってバレた。もちろん。本当に？よかった。実は今日のお弁当にもずくが入ってて、でもね、もずく苦手だから食べてくれたらなって。なんだそんなことか。別にいいよ兄。ついでに俺のもずくも食べてくれないか。私も。俺のも頼む。私もお願い。僕も苦手で。もずく美味しいから食べなさいよ。マジでやべえ、このままじゃ巨人の餌になっちまう。つまんねえ人生だった。こんなことなら言っておけば。僕に作戦がある。え、エレンそっくりだ。じゃあすごい。やめろ、あんなやつに似てたまるか。二人は体型が近いし目つきが凶悪で似たような悪人面だから。なんだと。こんなに似てたら味方もエレンだと思って元気になるかもしれませんね。違う、エレンの気を感じない。きっとかそういうレベルで判断してんのか。取り込み中失礼。もう試合の時間だが、チーハン野郎は来たんだろうね。エレンならちゃんとこれまで。こんな馬面じゃなかった気もするが。好きなお弁当のおかずは。え、オムオム。ジャン。あ、しまった、チーハンだ。悪い、寝坊した。エレンてめえ。エレン、どこ行くと。ミカサ、俺が来たからにはもう大丈夫だ。うわ、遅刻してはダメでしょう。はい。やっと来たね、チーハン野郎。全力でぶっ潰してやる。望むところだ、俺たちはガッツ。さあ、いよいよ決勝戦だ。決勝戦は4組 A チーム対4組 B チーム。お前ら、準備はいいな。よっ、ファイッ。よし、ファイッ。俺に任せろ。ちょっと、お前エレン星。なんて俊敏だ。エレンがいるだけでこんなに違うなんて。まだまだ。エレン星、どんなことだ。エレン星、どこの誰が相手であろうとエレンが殺されるのは阻止する。エレン星、待たせ。おいっとせ。ミカサが取り続けるからアウトにさえなれない。向かい、じゃあアウト。うわあ、なんだかんだでエレンたちだけ残った。俺の一球で決めてやる。ああ、望むところだ。技術だな。そんなに気に入ったんなら教えてやってもいいけど。やだよ、ボール当たると痛いし。遠慮なんかしなくていいって。ねえ兄、うん、私にもそれ教えて。どうかな、この技術は人間用なんだ。お、夢のカードが。よし、俺はミカサにコロッケ全部かけるぜ。私はイチゴ。私は嫌いなニシ。俺は肉団子。僕はさあ、いつでも来な。
兄、教えてくれねえか。どうして俺をそんなに憎んでいるのか。それは一回しか言わないからちゃんと聞いてないよ。あんたが入学式でチーハン漬けを公表するから、私がみんなの前でチーズハンバーグが好きって言えなくなったんだよ。本当はちゃんと言いたかったのに、それがあんたに突っかかった理由。以上よ、このチーハンバカ。なんだそれ、言えばいいだろそんなもん。でも悪かったな。これからはチーハン好き同士よろしく頼むぜ。ああ素敵、仲直りね。はあ、はあ、おいで、なんだ。やっと覚えたぜ、ボールドッジ。今のでアウトでいいんだよな。兄、アウト。試合終了。いただきます。やった、チーハンだ。3秒ルール禁止。私も一緒にいい。ああ、いいぜ別に。これ。ああ、俺の今日一番の楽しみだったんだけど。あげる。いいのか？ああ、めっちゃうめえ。ありがとな兄。別に、その代わり。今までのこと、それでチャラでいい。エレン、お魚も食べなきゃダメ。何すんだよ味方。俺はお前の弟や子供じゃねえぞ。食べて、エレンを飢え死になんかさせない。エレン、もう一個やろうか。マジで。エレン、野菜も食べないといけない。エレン、ほら、この3人。